武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香奈です。サザンオールスターズ、桑田さんのピースとハイライトという、えー、平和とね、ハイライト。なんかタバコに引っ掛けたメッセージソングなんでありましょう。その中の一行の歌詞。教科書は現代史をやる前に時間切れ、そこが一番知りたいのになんでそうなっちゃうのという。 えー、つまり、この現代史の不勉強が、あまあ、隣国との歴史認識のズレなんかを生んでいるのではないだろう。これは桑田さんだけではありませんで、政治的にもですね、これ共産党が質問したのかな、国会で。はい。ポツダム宣言を安倍さんに質問が飛んだんですね。えーえーえー、安倍さんのお答えは読んではいないが反省によって今日の歩みがある。 と、まあ、匠に応じたということであります。うん、それから別のですね、現代史で有名だったのは、香港フェニックステレビ。ここの取材に対しまして、はい、鳩山幸夫さんがですね、回路宣言を前提に、尖閣は中国側から見れば、まあ、日本が盗んだと思われても仕方がないとコメント。あ、そうコメントしてましたっけ彼はね、<ー>もう、 やめたんだからうろうろ歩くな外国をっていう、なんかそんな悲鳴が上がったんでありますが、この鳩山さんに対しまして、菅官房長官、開いた口が塞がらないと大激怒したというですね。はい。これは、鳩山さんが回路宣言読んでらっしゃらないから。ここにも現代史の不勉強があるんですよ。これ回路宣言読めば、あの、 尖閣は日本のものだっていうのを、あえてわかるはずなんです。回路宣言は、中国、小介石です。これは中国を代表しておりましたんで、ね。えー、この時は、小、え、介、ー、石とアメリカ、えー、ローズベルト、そして英国、チャーチルとの間で語り合ってる。で、この時に、中国東北部の4章、台湾、えー、方向等変換、 これが条件だった。ここに尖閣がないから回路宣言は触れてないんです。だから盗んだってのは全然当たってないわけで、これ、つまり要求も何もされてないわけなんですよ。はい、著者は J-POP キングの桑田さんの言うところの現代史やる前に時間切れ、その現代史をやるべきだと。 その時に、日本史と世界史とっていうのは、もうその、全部取っ払って、やっぱもう世界全体を現代史の中でやった方がいいんだと。で、もっともっと、あの、勉強した方がいいのではないか、というふうにね、はいえー。この著者の補正屋さんの方の提言なんであります。こう、日本という国というのはいろ,いろこう、ま、考え方あるでしょうけども、でも、 ざっくり考えましてですね、あれほどの戦争の、まあ、あ犠牲を払いつつ、戦後あの短期間でオリンピックをやるだけの国になり上がるんですよね。それはどういうことかというのも謎なんですね。はい、なんであんなバカな戦争をやったかっていうのも謎ですけども、 あんなバカな戦争からなんでこんなに立ち直りができるようになったのか。はい。そこもぜひ疑問に思ってほしいんですね。はい。そんな国ないでしょうかな、今。うん、ない、ないでしょうね。ねえ、やっぱりドイツ抜いたわけですから、戦後でね。アメリカに次いで、つまりアメリカの後ろ側に来るぐらいの経済力をつけたわけですからね。はい。で、 この細谷さんがのその世界史の見方がすごく面白いのはですね、現代史をもう一回広い視野でまあ見てみようと。え、あくまでもこれは私がこの細谷さんの本をおろしておりますんでね。まあ武田の包丁の跡がいっぱい入っておりますから、そんな風にお,あのお考えであの付き合ってくだされば嬉しいと思います。中間とのズレっていつから始まったと思ういつから そそきっかけがってことですかきっかけ、きっかけ。きっかけはなんだそれ、どのぐらい前のことですかそれがね、あんまり前じゃないんですよ。はい、あ。1995年。あ、20年ぐらい前はい。このあたりからね、ずれ始めるんです。はあ、1995年8月の15日、戦後50周年にあたり、政権担当、つまり、えー、自民社会、ね、えー 先駆けかな三党合同内閣、村山首相。はいはい、この方が、閣議決定の後、戦後50年における談話を発表したんです。はい、日中間の歴史認識のズレは、村山談話から始まったんです。はい、で、村山さんは、こういうことを、あの、談話で発表したんですね。日本 日本のかつての植民地支配と侵略によってとりわけアジア諸国に対し多大な損害と苦痛を与え痛切な反省心からのお詫び犠牲者に深く哀悼を捧げるという内容であったで村山さんはと言いますとですねこの方は陸軍で軍曹をやっておったんですな、はい、で己の両親に従ってこの反省とお詫びの歴史認識を内外に発表したんでありますがこれは 社会党がリードしたあ反省文であったと。あの、村山さんサイドの人脈が作った反省文で、ここからもう日本国内にズレがあったということなんです。はい、ちょっと硬い話ではありますが、ズレの話をしておりますんでね、愉快ではないかもしれませんが、現代史学ぶためには心当たりどうしても歩かねばならないんでございますね。はい、この次また明日の話の上で。